最初はグーじゃんけんグッチー、おすもーグーチャンネル。最初はグーじゃんけんグッチー。どうもこんにちは、グッチーです。ちょっと突然ですが、お知らせがあります。ちょっと自分体調崩して、こんなに痩せてしまいましたけども、ゴリゴリ殿、水口です。まずですね、今年も一発目から年末は私ちょっと体調を崩しまして、なかなかトレーニングもできず、実は急性腸炎、多分ロタウイルスでですね、すごい腹痛に悩まされて、体重も激減して、ハリ君と編集マンである自分がですね、こうやって稽古などしていきたいと思います。ロンドン TV さんがせっかく今日ですね、いただいたんで、自己紹介にも、はい、お願いします、東京から来ました、平山本です。自分、太鼓と野球で、しっかり下半身鍛えてきたので、下半身には自信があります。それじゃあ今日頑張っていきます。せーの、頑張るぞ。オン。こことここの角度を広げたり、こことを押したりするとより伸びる。ちゃんと伸びてる感じする。きつい？いや、ちゃんと伸びてる感じする。ここの太ももの裏と、まだやっぱ全こうやってやったりして、一番ちゃんと、あ、きつい、あ、ちゃんと張ってるなっていうか、あ、いい感じ、ちゃんと張ってるなって感じがして、いいちゃんとストレッチになりました。はい、ここからは2番勝負ですか。まずは手押し相撲、第1回戦手押し相撲、そして2回戦目は、尻尾取りですかね、はい、やりましょうか。なんか両方ともね、手押し相撲は駆け引きだったりは相撲で大切なことなので、で、あともう一つの尻尾取りはやっぱこのね、このステップとかね、ね、移動とかすごい大事とのことなので、その2つを今日はガチンコでやっていきたいと思います。はい、雲おおお相撲グッチャンネルの編集しておりますりょうさんです。お願いします。行事お願いします。お願いします。構えて、OK。シュールだな。すごいシュールですよ。おお。山崎の勝ち。まさかの。ハルク今のさ、今のハルク練習でしょ？3本2勝1敗とか、まあ2勝取った方が勝ちでしょ。あ、そうしましょうか。はい。強い。1勝1敗です。爆発力ありますね。ラスト1お、1勝1敗、いい勝負です。素晴らしい。構えて。勝負が終わりました。いや、
強敵でしたね強かったなかなかシュールでした。素晴らしい名勝負でした。大きな穴が欲しいです。え、大きな穴が欲しい。大きな穴が欲しい。いやでも本当にいい勝負でしたね、はいはい、2番勝負目、しっぽ取りです。あっ、おーさあ、すげえ早っ、長っ、手長っ、やばっ、手長っ、名勝負するな、この2人は。一勝1敗、素晴らしい。両親主義、一勝1敗の。変えたらもう腕の長さで取られる。めっちゃ長っ。おめでとうございます。あ、はい、素晴らしい勝利。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、楽しかったじゃあしっかりとお掃除。はい、はい、でやっぱり伝統的で、いや、そうですよね。だって祀ってますもんね。そうなんですよ。土俵の下に神様を祀ってるってことこもそうだし、神聖だし。だからあの太鼓もなんか神儀とかで神様を呼ぶ前に太鼓叩くじゃないですか、うん、だから一番神様に一番近い音なんですよね。ドンドンドンって神様を呼ぶんで、だからすごい神聖の音がするし、なんか母親の体内にいる時の心臓の音に周波数が似てるんですよ。だからなんか気になるというか力もらえるんだけど、相撲もやっぱそれに近い、なんかシャキッて伸びますよね、背筋が。でこの場所もそうだし、俺もっとダンスとかより相撲を入れてほしいんですよね、学校に。最初はグー、じゃんけんグー、チー。お願いします。行きます。相手の脇にコンビ、こういう回転、こういう回転、ありがとう、ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう、はい、はい、着替えよ。うまっ、トゥース、イエーイ、間違い YouTube 映ってるの、トゥース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 、ト